あ、おかえり。ちゃんと温まってきた？そう、よかった。ほら、ここ座って。あったかい。やっぱりお風呂上がりっていいね。久しぶりのお泊まりだから余計にって。あれ、髪まだちょっと濡れてるよ。ちゃんと乾かしてこなかったの？なーに、待ってるからって気を使ってくれた？それとも、そんなに早く私に会いたかった？そんな顔真っ赤にして、かわいいな、もう。私は待ってたよ。あなたが早く戻ってこないかなって。ねえ、もうベッド行く？冗談。こんな濡れた髪のまま寝るなんて、ヘアメイクアーティストの結城さんが許さないからね。それ、タオル貸して。知ってる？濡れてる髪ってすごく傷みやすいんだよ。だからガシガシ拭くんじゃなくて、こうしてタオルで髪を挟むようにして、ポンポンポンって優しくね。それで早く上がってきたのはいいけど、スキンケアはした？化粧水はつけてるみたいだけど。乳液も？ああ、偉いね。で、クリームは？つけてないの？あらま、大変だ。スキンケアはスピード命なんだからね。にしても、なんかいつもより肌乾燥してない？この前うちに泊まった時もそうだったよね。もしかしてまたスキンケアサボってた？ま、忙しいと適当になるのもわかるけど。ああ、そうだ。ちょっと待ってて。昨日ね、今期の新作サンプルがどっさり届いたんだ。確かその中に あった。このクリーム、スキンケアがてらちょっと試してもいい？つけてあげるから。やった、ありがとう。じゃあ目を閉じて。そうそう、オッケー。ちょっと待っててね、準備するから。量はこのぐらいでいいか。ん？どうしたの？もしかして緊張してる？嘘。だって今、右のほっぺがピクピクしてたもん。ドキドキした？キスされるかもって。ああ、ちょっと。まだ目は閉じといてくれないと。何？嫌なの？え？いたずらって、しません。神様に誓って絶対しないから。早く。うん、よろしい。それでは、始めましょう。
うん、悪くないな。伸びもいいし、これであのコストなら。はい、もう目開けていいよ。クリーム試させてくれてありがとうね。助かったよ。ん？何？え？さっきの独り言？うるさかったよね。ごめん。集中してると仕事中でもブツブツ言ってるみたいで、スタッフからよくうるさいって言われるんだよね。直そうと思ってるんだけど。え？かっこいいって。ああ、ストップストップ。ダメだよ、そんなこと言っちゃ。うん、ダメ。だって、そんな可愛いこと言われたら。いたずらしないって誓ったのに、こうして。俺の方から約束破らずにはいられなくなるだろ。ん？はあ、今日はこれで店じまい。お仕事モード終了。なんでか？魔法にかかったというか。いや、なんでもない。ほら、そろそろ寝よ。本当は朝まで抱きしめていたいけど、明日も休みだし、焦らなくても。ね。さ、ベッド行こうか。おいで。